変身。ハローパラレールリニパラレルのリントです。はい、最初の方にね、おそらく変身ポーズの動画がね入ってるとは思うんですけれども、はい、こちら開けて遊んでいきたいなと思います。ということで、こちら仮面ライダーギーツと仮面ライダーバッファに変身ということでね、デザイアドライバー&ゾンビレイズバックル&レイズバックルホルダーセットということで、はい、多分放映日の前にちゃんと上げてるはずなんですけれども、9月の4日から公開されます。朝9時からですね、放映されます、仮面ライダーギーツの、変身ベルトの方を買ってまいりました。久しぶりにこういうデラックスアイテム、おもちゃ買いましたね。CSM はねちょいちょい買ってて、今ここにあるんですけど、これCSM の、仮面ライダーオーズ、天数復活のコアメダルの、CSM タジャニティスピナー&ゴーダメダルセットっていうのもあるんですけれども、こういうのはねちょいちょい買ってるんですよ。CSM のちょっと大人向け、ちょっとお高いやつですねっていうのはちょいちょい買ってるんですけれども、久しぶりにデラックス玩具買いましたね。ジオの時に少しだけ集めてたんですけど、そのジオ以降ですね、買ってなくて、で、ジオンもちょっと手放してしまって、そんなにハマなかったんですよね、私に。なので、そっちはそんなにって感じだったんですけれども、オーズのね、オーズ大好きで今、ちょっと開けましたけど、それはね、ちょいちょい買ってるんですよ。チャットだけ見ていこうか、まず。これは、多分動画にしないので、CSM のやつはね、ほとんど、ちゃんと動画にしてないんで、先にさっと開けていきますけど、これに CSM が入ってて、こっちにですね、DVD。私は DVD にしました。ブルーレイじゃなくて。パソコンでサクッと見れるのが、DVD の方が見やすかったんで、DVD にしました。こっちはほんと、パッケージだけだね。他に何か付いているわけではない。ちょっとだけ開けて中見ておこうか、CSM。珍しいですよね、CSM がこういう形で一般販売ね、するのは。私は Amazon でね、こちら購入させていただきました。1万8000いくらだったかな。で、今回はタジャニティスピナー、あとタジャスピナーですね。手に、オーズのタジャドルがここにつけてるやつがね、ついてくるやつですね。ほんと手に乗っかるサイズぐらいで箱を梱包されてますね。この白いペリペリ剥がすの好きなんですよ。まあ、こうやって雑にね、剥がしちゃうんですけど。ああ、こんな感じになってるんですね。はい、本編はあっちなんですけれども、ちょっとだけ見ましょう。動画にするかどうかは全然わかんないので。これはただ電池入れたりはしないです。今はね。後で電池入れて遊ぶと思うんですけど、今は別に電池入れて遊んだりはしないです。ああ、なんかこんな感じか。はい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 。ああ、塗装が、いいね。ゴーダメダルということで、ゴーダが使用した。ムカデ、ハチ、アリのメダルですね。と、ああ、はい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 。ああ、こうなってるんだ。タジャニティスピナー。はい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 。いやー、なんか CSM って感じだね、ここの。これもね、しっかりしたバンドがついて。ああ、はい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 。ああ、こうなるのね。で、ここがガチャンと。で、ここをグーって押すと。はいはいはい。これ引っ張って、ここに、フォースキャナーを当てると、中のこれがね、くる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 回るやつね。ほら、こういう感じ。
はい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 。で、これもこうやってこれどこで外せるんだ？どっかで外せるはずなんだよね。どうやって外すのかがちょっといまいちわかりませんが、一応タジャスピナーの乾燥パーツっていう方もついてます。こんな感じでね、こっちタジャスピナー、こっちがあの今回の復活のコアメダルで出たあのタジャニティがね、あの仮面ライダーオーズタジャドルコンボ、タジャドルコンボエタニティが使うタジャニティスピナーですね。はいはいはい、こんな感じなのね。これはなんか後でペット遊んで、多分これ取り外し方っていうのもね、多分あ違うわ、これ普通にただ引っ張って外すだけなんだ。あ、はいはいはい、まあなんかちゃんとした外し方多分あると思うんで、これは説明書見ながらやります。はい、序盤のね会話だけで5分ぐらい動画を使ってますね。まあこんな感じで私のね、あの雑談を交えながらやるのが私のスタイルなので、お許しください。ほぼノーカットでいきますよ今回も。ほぼほぼね、あのリント日記という形で私のこと日記の想定でね動画を撮りますので、ご了承いただければと思います。なるほどね、タジャニティスピナーかっこいいじゃない。そう、オーズタジャルガンブエタニティもね、かっこよかったからね、あのネタバレになるのであえてその辺は触れないですけれども、まあもうみんな知ってると思うんだけどね。はい、あの一応あんまり触れないようにしときます。あの人によっては衝撃が強いんでね。はい、ということで表面がオーズのタジャドルコンボエタニティで、後ろが仮面ライダーゴーダーですね。はい、あいいね、これはあの気が向いたら別途あのレビュー動画出すかもしれないです。本当遊んで飾って終わっちゃう可能性があるね。はい、じゃあ6分ほど経ちましたけれども、はい、本題のこちら、デザイアドライバーね、見ていきましょう。これいいね、久しぶりにこういうの買うとちょっとワクワクするの。ほ、ん？どうなってんだ？あ、はいはいはい、二分割されているのね。ちなみにヨドバシでこれ買ったんですけど16,400円ですね。まあ定価ちょっとぐらいか。はいはいはい、あこっちにゾンビのレイズバックルが入ってますね。はい、こんな感じでかいね、やっぱり今回ベルトの横につけるやつがね。で、これは？あ、なるほどね、これを回すと開いて、あ、3方向に行くのね。中にお手てしまってカチャンってやると中の手が出てくる。で、手入れてこれを締めるって感じかな。こんな感じで、はい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 、あー面白いね。はい、ゾンビデイズバックル、そしてバッファーのコア ID だったっけ、これコア ID、 そして横につけるバックル、こちらも横につけるバックル、ほうほうほう、はいはいはい、こんな感じなのね。一応今回は箱も飾っておこうかなーって思ってるので、今回箱を取っとくので、これはこんな感じでちゃんと保管をして、こっちの中に入れておきます。あ、外箱の裏面見てなかったね。裏面がね、一応こんな感じ。はい。こんな感じ。仮面ライダーギンツエントリーフォーム、エントリーレイズフォームに変身、アームドハンマーに変身、
カメラでギーツ、ブーストフォームに変身。そして、ブーストフォームをリブルブオン。そして、カメラでギーツ、マグナムフォームに変身。マグナムフォームをリボルブオン。そして、ブーストフォームとアームドハンマーで変身。で、アームド、マグナムフォーム、アームドフォーム、ん?マグナムフォー、あ、はい、マグナムのアームドね。に変身。そして、マグナムブーストに変身。そして、マグナムブーストフォームでリボルブオン。そして、ゾンビ。カメラダギーツゾンビですね。そして、バッファーに変身。そして、バッファーのゾンビに変身。そして、ギミック操作によって必殺技発動って感じですね。結構いっぱいあるね。初見ってどれぐらい見ていけるんだろうか。はい。で、これが、アームド、ハンマー。ハンマーね。はいはいはい。こうつけて、こう、はいはい。上下に動く感じですね。そして、はい。ベルトバックルのベルト止めの方ですね。そして、ベルト帯。ベルト帯。なんか今回のベルト帯はちょっとオリジナルだね。なんかいつもこの辺が同じようなのを使ってるのを雰囲気として見てたけど、リバイスからちゃんと変わってるのかな?はい。そしてこれがブーストね。ブーストバックルだったかな?仮面ライダーブーストのブーストバックル。はいはいはい。こういう感じね。ブン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 って回せる感じですね。このメッキがいいよね。久しぶりにこういうメッキ使いのものを見ましたね。そして、今のがブーストで、こちらがマグナー。私これいつもちょっとこう思ってるのは、正面から見た拳銃のように見えるなって。で、拳銃のシリンダーがここにあって、ここはね、銃口なんじゃないかなと思って、こういう状態に見えるんだよね。で、こういう感じでね、回って、ガチャンガチャンと、できると。そして、ギーツのコア ID、キツネのコア ID ね。バッファーは、バッファーっていう通り、牛さんね。そして、今回の目玉。まあ、これが一番のギミックがね、詰め込まれてるであろう物体。今回のベルト、上がこうか。こうが上だね。で、しかもこれ回るのよ、こういう感じで。ただ、これあれなんだね。逆回転は、まあ、できなくはないけど、こう押すと自動的にこっち側に倒れるんだね。こういう感じで。だから、倒れる方向に合わせてやってねっていう感じかな?おそらく。はい、というところです。ちょっとこれは、こっちにじゃあ置いときましょう。そして、あともう一個。今回の、特典ですね。で、特典で、リバイスドライバーがついていきます。ここが回るんだね。で、あと、押せるって感じになってます。じゃあ早速見ていくんですけれども、これでいいか。ベルトをね、固定できるように、カチャンと。してベルトを固定していきましょう。いや、今回さ、いや、いいよ、これ。ちょっとまず電池入れるか。電池。よいしょ。じゃあ、単4電池が3本なので、単4電池を入れていきましょう。いやー、明日からね、放送にはなりますけど、変身がどういう感じでね、されるのかっていうのがまだわからないんですよね。なので、映像で公開されてた変身ポーズを真似て変身ポーズを撮ろうかなと思ってるんですけれども。もし変身ポーズが、最初の冒頭に入ってなかった場合は、私が変身ポーズができなかったということでございますね。はい。なかなかうまくできなかったというふうに思ってください。よいしょ。
ホルダーは今回つけないであります。ホルダーの説明だけこの後しよっかな、先に。どういう感じなのかっていうところね。よいしょ。はい、この状態でベルトをマウントいたします。よし、いい感じなんじゃないかな、これで。はい、で、これがですね、ここに直接、こんな感じかな。あ、こうだね。この方向で。で、これだとロックがかかってないで取れて、こっちだと、あれ？いや、違う。全然ロックかかるじゃん。特に何かロックがかかったりはしないです。あの、ベルトのこの、ここが、ただ回るだけで、ほんと回るだけっぽい。ああ、っていうか、こうか、こうなんだわ。このベルトのバックルは、基本的に。で、こういう感じでマウントできて、前にこうやって取り出すことができるようになってるんだね。で、もう片方のにする場合は、こういう風にできるってことね。あの、こう斜めだから、こう取り出せるし、これも、これをカチャッとこういう風にすれば、左側でこう、前にね、引っ張ってこれるよっていう構造っぽいな。はいはいはい。ほんと、それだけって感じ。では、まずは、エントリーフォームにしたいんで、まず変身ベルトの、こちら。デザイアドライブ。かっこいいね。じゃあ、では、まずエントリーフォーム。エントリーレイズフォームに変身。はい。エントリーって言って終わりですね。これ以上は、ないのかな？うん、特にないね。で、横にそう、ここにね、あの、ロック解除ボタンと、ここに回転用のボタンがありますね。特にエントリーレイズフォームからは、あの、新しい何かがあるわけではなさそうですね。じゃあ、この状態で次に書いてある、アームドハンマーで変身してみましょう。アームドハンマーを、セット。ピンクにここが発光してますね。綺麗だね。いきます。はいはいはい。で、これでもう一回押すと必殺音かな？ハンマーストライク。特に変わらないね。ハンマーストライクでございました。で、次に書かれてるのがこちら。ブーストフォーム。ですね、こちらのブーストフォームで変身。かっこいいね、ここがね。では次、必殺技。今、ブースト1って言ったから2もあんのかな？変身は変わらないな。では、そうだ、このままで。いや、かっこいいね。これでね、リボルブオンを忘れてました。ここを押して、
回転。あ、なんかさっぱりしてるね、リボルブオンは。これで変身音は？変わらないね。あ、引っかかる。はい。では次がよいしょ、こちら、マグナムフォームになりましょう。多分マグナムフォームでもリボルブオンはほとんど変わんないから省略しようかな。でも一回やっとくか。かっこいいね。だからこっちを押してもこっちを押しても同じ動作みたいなので、次はこっちのトリガーを引いてみましょう。大気音かっこよ。大気音とかドンドンドンがかっこいいね。あ、2回押すと特になんかないの、ね、すぐ必殺だ。じゃあこれをリボルブオン。うん、特にやっぱないね。はい、では次に、多分そんなに変わらないんですけれども、まずアームドハンマーを入れて、そしてセット。今変わってない？もしかして。あ、いけたね。ブーストアームドハンマーレディファイトって感じですね。はいはいはい。じゃあこの状態で多分これ外さなくてももう認識されてるから、こっちだけ外して、次はこれ。なるほどね。で、ここの箱のね、そのままメインで、色が出てる感じで、こっちはここに多分2枚シートが入ってるっぽいから、その色が出るって感じなんだね。どういう原理かはちょっと私もわかんないですけども。なるほど、なるほど。では次に、あ、ここね、そう、フィルムが2枚入ってるんです。赤いフィルムと緑のフィルムね。なので、光の当たり方で、さっきの、そのここのところのね色が出るんですよ。ではせっかくなんでこれとゾンビ、なんか独特しいね。でこっちはあれなんだね、やっぱり音声がさっぱりしてるね。でちっちゃいしね。まあこれはなんか劇中でもちょっとしたアイテムぐらいな感じで出てくるっぽいので、こういう大きいデカバックルに比べると音声さっぱりって感じかな。なるほど、なるほど。では次にリバイスやっとこうか。リバイス
思いっきり、かぶっちゃった。まだ音声終わってなかった。かぶっちゃった。思いっきりリバイスドライバーが鳴るんだね。これ回転させても変わんないね。で、一応これ回転するんだよね。まあ、多分右左でつけれるように回転してるんだろうけど。ってことは、これに、これをやっても、そんなにって感じかな。めっちゃさっぱりだね。さっぱりするね。まあ、そういうもんだよね。じゃあ、多分さっぱりしてるということで、こっちとこれで一回入れてみましょう。多分さっぱりした音声が流れるはずです。だよね。うん、思った通りです。じゃあ、本題の、この二つ。マグナムブーストに変身していきましょう。では、マグナム。で、ハンドルを2回回して、こっちも回すのかな？この発光がかっこよすぎるね。必殺をもう一回やろう。あ、これでマグナムブーストビクトリーで、ハンドルを2回続けてガチャンガチャンってやると、さっきのがなるの、ブーストタイムが。ブランドって言ってるんだな。マグナムブーストブランドビクトリーって言ってるんだ。かっこいいね。はい、っていうところで、あ、では、あの、リボルブオンしてないな。ちょっともう一回変身ポーズし、変身ポーズ、変身を流してリボルブオンの回転をしよう。かっちょよ。では、リボルブオン。そんなに変わんないね、リボルブオンは。特に変わらなかったんで、途中で撤退。では、この状態で、まずゾンビだけはめてみようか。なので、ギーツ、仮面ライダーギーツのゾンビですね。
はいはい、さっき流れた通りだね。必殺技。はゾンビもここが特殊だね、エフェクトがね。でもこっちは特にあの2色の発光のパターンが入ってたりはしないね。こっちは2色発光のパターンが入ってるんだけど、赤と緑でね。それはなさそう。さあ2個同時いきますよ。ゾンビマグナムビクトリーだから、あの普通の汎用必殺と変わらないね。もしかしたらブーストだけがブーストタイムの特殊なのがあるのかもね。うん、みたい。じゃあブーストもう一回やってみよう。ああ、なるね。グランドビクトリーは同じだね。なるほどなるほど。これで一通り遊んだ状態になるんだけど、このエントリーの、ライダーコア、ライダーコア ID か、コア ID か、を変えると何か違うのか、ちょっと見ましょう。特に個別の認識ないね。うん。ただ雰囲気が変わるだけだ。うん。イントリーになるだけだもんね。ああ、落としちゃった。うん、ここに、個別のピンがね、1個入ってるだけ。エントリーって言って終わり。だから、特にこれが変わるからって何かあるかってことではないみたいです。なんで、これの、ゾンビだけやっておきましょう。一応ね。なるほどね。特に何か個別で変わるっていうことはなさそうですね。よいしょ。よいしょ。はい。じゃあ、最後にエントリーフォームに、エントリーレイズにしてから、この2つで変身して動画を締めていきましょう。はい、ということで本日はですね、こちらデラックス、デザイアドライバー&、ゾンビレイズバックル&レイズバックルホルダーの方の、ご紹介と、開封レビューという形でね、させていただきました。久しぶりに遊んだんですけれど、こういうね、変身ベルトでこう遊んだんですけども、この新しい変身ベルトかっこいいし楽しいね。このガチャンガチャンってやる動きとか、ここのね、ID とかもこう個別ではないんですけれども、こう雰囲気を出したりっていうところで、でいろんなね、ちょっと物としては大きいんですけれども、こういうのがいろいろ集まってくると楽しいなってところですね。でこのちっちゃいのはガチャポン
でもね、展開されるみたいなので、ちょっとガチャガチャの方で出てくるのも、今後期待ですね。なんかそちらの方には、この、リバイスドライバーみたいな感じの、レジェンドベルトの方がね、入るみたいなので、レジェンドベルトは本当にデザインこのままで、中の、ものだけとクリアパーツの部分がちょっと変わって、あとはカラーリングが変わるっていう感じの簡単なものではあるんですけれども、やっぱりこうね、歴代の変身音が鳴るっていうのは楽しいところで、このまま刺せばリバイスドライバーになりますし、ちょっとそれはいいところですね。これもなんかガチャガチャこうやって、やってやるのもかっこいいし、この状態でもメカニカルなね、機械の造形っていうのもこういろいろ入ってて、それもかっこいいなっていうところです。この辺もね、全然さっぱりしただけのデザインではなくて、ちゃんとモールドが入ってたりっていうのもかっこいいところですね。ちょっと今後いろいろ多分こういう変身アイテム、大きいデカバックルの方ね、こういうバックルも出るし、小さいこういうミニバックルの方も多分たくさん出ると思うので、そちらもちょこちょこ集めていこうかなと思います。全部まではちょっと集めきれないと思うので、全部集めるっていうフルコンプってことはしないと思うんですけれども、まあ集められるところだけ集めて、で、食玩でも出るっていうふうに聞いたので、そちらも集めていきたいなというところでございます。はい、ということで最後までご視聴いただきましてありがとうございます。35分ほどのね、長い動画になってるとは思うんですけれども、楽しんでいただけたら幸いでございます。よろしければチャンネル登録、高評価、Twitter のフォローなどよろしくお願いいたします。また、他にもね、いろいろ動画を上げておりますので、そちらを見ていただけますと幸いです。普段はペットの動画とか上げております。よろしければ次回の動画も見てくださいね。ということで以上、リントでした。バイバーイ。最後までご視聴ありがとうございます。チャンネル登録はこちらから、Twitter のフォローは概要欄から、その他のおすすめ動画はこちらからよろしくお願いいたします。ということで以上、リントでした。バイバーイ。